捨て看板とは、短期間の企画やイベントを案内する日本の看板の位置形態。多くは電柱に設置される。自動車のドライバーから見た場合、同じ広告が繰り返し視野に飛び込んでくるため、広告上の効果が高いとされており設置するものが後を絶たない。ほとんどの場合撤去を前提としておらず、朽ちるまで野ざらしとなることから、景観上やゴミ処理上等の問題となる。 不動産業者が売買物件、オープンハウスの案内などで、また、風俗業者、パチンコ店などが新規開店の案内などで、設置することがある。構造は A4 から A3 サイズの広告を段ボールや、プラスチック板に印刷、または重複したもの、印刷した布を足がついた木枠に貼り付けるものなど多様である。校舎については、 制作する本数にも夜が1本500円から1000円で、制作、設置が可能である。電柱には、ロープや針金で固定される。設置については、軽犯罪法に触れるほか、各地方自治体で規制する条例が制定しており、設置している現場を押さえられた場合、現行犯で逮捕される可能性が高い。このため設置は、夜間、広告店の従業員や何も知らされていない。 アルバイトを動員して行われることが多い。かつては捨て看板といえども、勝手に撤去した場合には横領罪に相当する可能性があり、一度張り出された場合、手が出せない状態であった。しかし1990年代後半頃から、風俗産業の捨て看板が増加、景観上の問題に加え教育上の問題にも及んできたことから、2005年に、 警官緑散歩などが整備され、一定のルールの上で撤去が可能となった。ありがとうございます。